今日のゲームウェーブはですね、皆様からの声にこう真摯に耳を傾けてみようという企画になっています。いい企画、素晴らしい。いや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 、あのね、はい、そんなことを言い出すときは大抵ネタがないか、あとはね、よからぬことを考えついたか、大体どっちかなんですよ。というとおはがきを読ませていただきます。戦略森本さやかと、はい、はっきり言わせてもらう。ねえ、なに？アシスタントになってからというもの、お前の態度は何だ？ゲームファンがお前の水着ぐらいで喜ぶと思ったのか？お前の腐った根性を俺が一から叩き直してやる。覚悟しておけ。無限超人ゲームマン。あー、ゲームマンだ。私は子供たちの夢と希望を守るために戦う正義の戦士だ。無限超人ゲームマン。説明しよう。ゲームマンは時に番組に活を入れるためその姿を現す熱血視聴者なのだ。ゲームマンが出てくるだけでテンションはガタ落ちなのになぜか数字が上がるというね、珍しいタイプの人。ゲームマンムカつく、これムカつくんだったらちゃんとカメラまでムカつくった方がいいですよ。前これさやかの苦労とか何も分かってない。なんかさやかのこと文句ガーガー言って、何なんですかこの人。ガーガー今やぶろうと思ったけど。ゲームマンさん、胃に来るなんかこうオーラをお持ち。オーラがピシッと。僕ははっきり言いますよ、はい、ゲームマンさんとの絡み方がよくわからないんで、ゲームマンさん出てくるのあんま好きじゃないんですけど、今日はどうぞ森本が謝ればいいんです。どうすればいいんですか。これからもしばらくアシスタントとして頑張るわけでしょ。はい、じゃあ頑張りますってことで。じゃあ、はい、いや、はい、じゃあ頑張ります。それからもよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、ゲームに関しての知識ってあんまりないでしょ。もう知識だけだったらね、私の方が。おっ、あいつだ。テレビ状況出たの？出ました。だって俺そこのゼッケンもらうとかちゃんとテレビ出たってことでしょ。はい。あそこまで行くのすごい大変でしょ。はい。ゲームの知識を森本さんにつけてもらおうと、うん、で、うちもちょっとね、うちの秘密基地で特訓した刺客を用意してますから。刺客だろ。いや、一応次女には刺客両方で乗ってて。あ、ごめんなさい。ゲームの対戦をしてもらおうと思って、ゲームの知識に関する。そう、どこでやる。どこで。とりあえずまあ向こうの方に行ってみよう。行ってみよう。ゲーム、うわ、お楽しみ会じゃないからね。まあ、もういいですよ。ここまでからやりたいようにやってくれて構いませんから。あの、特訓されるんでしょ、うん、もうあんまりひどいようだったらもううちの精鋭たちとチェンジしてもらおうと。え、それゲームは何の権利でそんなことを。いや、後でわかるんです。え、本当に、うん、ちゅうことはさ、あなたの連れてきたのは精鋭刺客。刺客相当すごい。はこの5つ。まずはシャドウハーツの完成記者発表に行ってきたぞ。こんにちは、みずきです。今日はアルテのシャドウハーツ記者発表会にやってまいりました。なんでもメイキング映像や貴重なその他のイベントなど盛りだくさんらしいのでお楽しみに。19世紀の中国を舞台にした RPG シャドウハーツ。戦闘時に登場するジャッジメントリングが超充実。ヒットエリアに回転する針を合わすことによって攻撃回数とダメージ数が決定するのだ。会場では社長自ら今回の作品に対する意気込みを語ってくれました。まあ、その中でいろいろ破綻の話も入ってきたり、いろいろな問題点も起こったりという中において、その意味ではこのシャドウハーツがですね、ある意味ではそこから立ち上げるチャンスになるんじゃないかと、こんなふうに期待しましてですね、そのことを皆さんにご応援していただきたいということを考えまして出てまいりました。
色の。さらにディレクター、登場人物の声を担当する豪華声優陣がキャラクターの特徴について話してくれました。うわ、鼻を思い浮かぼう、重大な、なんていうか、心の傷みたいなものを持っている人間をどう演じたらいいんだろうと思いまして、これから、まあ、ゲームを見させていただいて自分で思って多分得するんじゃないかなと思います。今回は謎ということで、どの役やってるかっていうのは今お話できないんですね。謎のキャラクターでございます。今回エンディングテーマも歌わせていただきまして、あと主人公ルーにメッセージを与え続けるという重要なキャラクターもやらせていただきました。そして CM に出演中の佐藤愛子さんも登場。やってる側がびっくりするぐらいすごく真摯にできているので、初めてロールプレイングやる方でもすごくおすすめできるゲームだなって、それは本当に一ユーザーとして思いました。いかがでしたか？発売まで目が離せませんね。それでは今日はこの辺です。さらばい。アーケード、PS2、ドリキャスで格闘ゲームの続編が登場。メーカーの枠を超えたドリームマッチが実現できる格闘ゲーム、カプコン VS SNK2。 登場人物が追加された今回、果たして誰が真の王者になるのか。あのカプコンの名作アクションが蘇る。魔界村の影響を受けて作られたアクションゲーム、マキシモ。冒険の中で得られる特殊能力、アイテムの数は40以上。さらに身につけた能力によって主人公マキシモのビジュアルが変化しちゃうのだ。気分爽快アクション。再び光栄お得意の三国志を題材にしたアクションゲーム、新三国無双の第2弾。2人同時プレイが可能になった今回、新キャラが続々登場。なんと象まで乗れちゃったりするのだ。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は王道メーカーが勢ぞろい。まずは宇宙船を舞台にしたアクションゲーム、フェイズパラドックス。描かれるヒューマンドラマや随所に挿入される映像が英語によるフルボイスだったりと、宇宙並みに奥が深いゲームなのだ。続いて複雑な人間関係が入り混じるシミュレーション RPG、 ティアリングサーガ。それぞれのユニットの特性を把握して各マップの勝利条件をクリアしていこう。実在するボクサーが30人以上も登場するアクションゲーム、ノックアウトキング。モハメド・アリやホリフィールドなどの歴史的ボクサーを操作できたり、自分だけのボクサーを育成したりと各モードも充実。目指すは世界チャンピオンだ。SF やファンタジーなど内容の異なる物語が3つも収録されているスタートリングアドベンチャーズ。物語の途中にはスゴロクや爆弾解体など全部で5種類もゲームが入っているのだ。あのファイナルファイトがゲームボーイアドバンスで復活。ステージは全部で6つ。通信ケーブルを接続すると2人同時プレイも可能になり、アーケード時代の興奮が蘇るぞ。従来のカードゲームの枠を超えた野心作、 DT ローズオブゲノム。主人公は収集したデータを物質化することができる DT マスター。カードバトルで繰り広げられる敵との戦いを制して数々の謎を解き明かしていくのだ。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。次々明かされる真実、ファイナルファンタジー10、デビルメイクライの最新情報をゲット。特別攻略ティアリングサーガ、限定商品販売中。冒険、感動、戦略、その全てがここにある。プレイステーション招待作ティアリングサーガ、ついに完成。
これ入れたら全国優勝？緊張する。今私たちは全国のライバルと戦っている。やった、ベストスコア。父さん、携帯貸して。モバイルアダプターをつなげばライバルがどんどん増える。全国に広がる。僕の名前が載ってる。たかし、全国14位。うっす。もう一回チャレンジ。モバイルゴルフがゲームをさらに深くする。モバイルアダプタ GB とセットで新発売。コンペに参加してゼクシオをゲットしよう。新人アイドルさん、いらっしゃい。このコーナーは新人アイドルが森本沙耶香とゲーム対決し、勝てば20秒間 PR できるという素晴らしい企画なの。新人さんはこちらです。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。はい、お座りくださいな。お願いします。かわいいと申します。今週の新人アイドルは水泳が得意な市川由衣ちゃん。15歳の若さで PR ゲットなるかな。なんか今週からね、うちの森本も PR したいとか言ってましてね、かなり本気になってくると思いますけど大丈夫ですか。大丈夫です。森本ちゃん友達だもんね。あれ、芸能界にありがちな方のみんな友達だと思ってる図式ですか。仲良しだもん。でもね、今日手つないだの初めて。あ、その程度の友達ですね。よくあることですからね。ちなみにですね、恒例なんですけど、このちっちゃいカメラに名前をつけなきゃいけないんですけれども、何の何カップみたいな話になるんですけれども、あ、はい、83の D でございます。 D でございますか。はい、ということで、この D カメ、この D カメも今日また活躍してもらいますので。わお、 D カメ。今夜はアーケードの移植作、27種類のミニゲームが楽しめるサラリーマンチャンプ戦うサラリーマンで対決。反射神経をフル活用してね。さて、今回のこのサラリーマンチャンプは3人用ができるゲームなので、はい、僕も入りますんで、はい、で僕が勝った場合は僕 PR しますから。え、本当に。はい、やります。何やんですか。まあ写真集のこととかいろいろ言わなきゃならないことがいっぱいありますから。出てるんですか。あー、出てますよ、はい、最後リタイアしたもんから負けだからね。いきまーす。最初はひたすら連打するこちらのゲームで勝負よ。負けませんよ。大人げないぐらい。スタート。続いては階段の色と同じボタンを押すと登っていくこのゲームで勝負。絶対 PR タイム取ってやろう。無駄遣いしてやる。市川ちゃん1個消えね。なんと市川、この後のゲームでも負けてしまい、残るライフは1つだけ。ここでのゲームは番号に合わせて同じ色を素早く叩いてね。いけないもん。やっぱさやかだな。はよくわかんない。やっべえやっべえ。よし、ええ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 。ということで PR したい新人アイドル大募集。詳細は番組ホームページで。新人アイドルさん、いらっしゃい。浜さん、ヒカルのすげーいい話。さすが芸能人、ゴールデンウィークはゴルフ三昧でした。まあ、クッパが打つのなんのなんだそれかい。なんだそりゃ、うん、やってるんですよ、僕。いや、もう最近もう動物の森にはまりまくり。あのね、動物の森ね、多分僕が今日見たファミ通現在では累計で、まあ、5万5000本で5万5000ポイントっていうか少ないんですよ、うんうんうん、はっきり言うけど動物の森面白い。いや、僕はね、
あのゲームのおかげで息子との会話が復活しましたよ。あんた今いいこと言った、あのゲームのおかげでね、妻との会話がもう復活したんですよ。やっとも。これ大事なことですよね。これあの大事なことなんですよ、まず説明していくと、ゲームの中に森があるんですよね。動物が住んでる森があって、動物のいっぱい住んでる森があって、そこにこう僕らプレイヤーは越してくるんです。越してくるんですね。ちっちゃい家をもらって、そうなんです。でそこで暮らしていくんですよ。単純に言うとそこでアルバイトして家具を増やしていくだけって言っちゃうとすごいつまんないゲームなんですけどね。そう、そこで説明が大体終わってるんです。アルバイトして家具を増やしていくだけ、それだけって言うとなんかねつまんないなと思うんですけど、違うんですよね。要するにこれ面白いのが、2人用ゲームってあるじゃないですか。2人用、多人数プレイ、3人用とか4人用ってゲームいっぱいできてるじゃないですか。でも同時にはできないんですよ、このゲームは。だから浜さんがやったやつをセーブして終わるでしょ。終わったら同じカセットで息子がまた始めるんですよね。そうなんです。でそうするとその浜さんの残してた形跡が全部残ってるし、浜さんの家もあるから、そうですよね。だから浜さんとコミュニケーション取りたかったら、そのポストの中にメールを出しておくしかないんだよね。お手紙出しておくしかないんです。プレゼント送るかメールを送るしかなくて、これなんていうのかな、時間差多人数プレイ、そうなんかね、心を届けるゲームですね、あれはね。いいこと言った今ねえ、まあ、そんな感じしますよ、今浜さん、浜さんいいヒゲしてた今。ヒゲの動きがもうすごいいいヒゲだった今。この不思議な感覚どう伝えたらいいのか分かんないけどね、服を送ります、ね、この要するにゲームの中での洋服を送ります、着てみてくださいってなって着てみると、ああなるほど、神さんがいらない服だと、まあ思いますわな、ね、真っ黒のここのところにまるでハチって頑張る服ですから、ああこれはいらなそうだなと思いますわな。でその先にね、その先にね、追伸でね、冷蔵庫にプリンが入ってます。この冷蔵庫は本当の冷蔵庫だ、俺の家の。なんかこの感じなんですよ。このね、でこの感じがおかしいんですよ。わかるわかる、いい感じ、いい感じ。あれ攻略本とか出しちゃダメでしょ。見ない方がいい、うちの会社出しますけどね、見ない方がいいと思いますよ。出すんかい。いや、アイテムは1000ぐらいあるらしいんですけど、一覧表に載っても見ちゃダメですよね、あんな。見たらダメよ、いない、うん、見ない方がいいと思うな。すごいのよ、だって俺はいつも俺ファミコン拾ったんだよ、ゲームの中で。ファミコン拾って、ね、で最初のうち俺しかファミコン持ってないと思ってたの。神さんも拾ったの、なんだファミコンいっぱいあんじゃんと思ったら、ゲーム違うの知ってます？知ってますよ。テニスできる。神さんのファミコンはテニスなんで、できるんですよね、あれ。したら俺ドンキーコングの算数遊びなんですよ。面白いもらっとないですよ俺。次明かされる真実、ファイナルファンタジー10、デビルメイクライの最新情報をゲット。特別攻略ティアリングサガ限定商品販売中。新しいカードバトル始まる。ついに新女神転生の悪魔たちがカードゲームになった。新女神転生トレーディングカード、カードサマナー、スペシャルカードを手に入れろ。発売前の最新映像1個45分収録、映像で見る黒レビマンスリークロスレビュー、盛りだくさんのコンテンツが120分以上、ゲーム MDVD。 冒険、感動、戦略、その全てがここにある。プレイステーション招待作ティアリングサーガ、ついに完成。まあまあなんだかんだいろいろ話聞きましたけど、要はもう視聴者として許せないと、でも叩き直してやりたいと。ほんで叩き直すためになんか試着がいるっていうことで、今までのあの長い話は OK ですか？ OK。 じゃあその試着の人、じゃあ呼んでください。いてよゲーム選手たち。ゲーム選手たち、どうぞ。赤チャイナ、青チャイナ、キーチャイナ、3人合わせて無限生態。チャイチャイチャイ、何でしたか？無限戦隊、うん、チャイチャイチャイのメンバー。なんだよ、感謝。初めてですよね、僕、はいはい、無限戦隊さんとは。初めまして。なんかチャイナさん、なんか妙に似合ってませんか？一人だけ見慣れてる人がいる。なんか見慣れてるんですけど、ね、チャイナ服のことに何の違和感もない人が一人だけいるよね、なんかね。3人ともこのゲームマンが言ったみたいに、やっぱりちょっと森本最近頼んでるみたいなことは思ってる。はい、かなり。なんでそんなんさん、クローム知らないで。
俺は面白そうだから中間記事にしようかな。さやかの味方ってのもどうも美味しくないような気がしてきたから、どうなればいいんですか。まずゲームに関する知識をクイズで競ってもらおうということで。おかしいじゃん。果たしてその指示とは。ゲームに関する常識を競うゲーム常識クイズ。分かったらボタンを押して。あ、みんな用意してるよ。第1問。はい。人気コーナーだったゲーマー予備校の校歌、最初のワンフレーズを。ガオチャイナ。ゲームが上手になりたいと。みーちゃん。よっしゃ。競走馬シミュレーションゲームダビスタ、正式名称は何。お、来ました、聞いちゃいな。ダービースタリオン。よし、さすが慶応義塾。森本みんな答え知ってるんじゃないですか。いや、これ常識だぜ、この問題全部。うん、結構緩い問題ですよね、基本的にはね。次行きましょう。かくして無限戦隊チャイチャイチャイの3人はその実力を遺憾なく発揮。森本に出る幕を全く与えるまま、ついに最終問題へ突入。去年スマップが CM に出演して話題になったエミ。多分ドラクエ7。そのとおり。森本いいとこ見せる間もなくゲームもうクイズないんですけど。ここでゲームマンから次なる指示が。イントロクイズ。スピーカーとかないですけど大丈夫なんですか。どこから音は出るんですか。音は用意してるんですか。それでは第一問です。チャラチャチャラチャ。お前が言うのか。しかも知ってるのかよ。はい、赤チャイラ。はい、スーパーマリオブラザーズ。正解。なんだろうこれ。お楽しみ会にいよいよなっちゃうのこれ。じゃあ大丈夫、いきます。チャカチャンチャラチャンチャラチャンチャラチャンチャッチャッチャッチャンチャラチャラチャン。サムライ。あー違いますね。そうそう、今の正解を。今の正解は何、うん、正解はアイドル発見伝でした。ファミコン時代に東和地区っていうメーカーが出してた、すごいもうカルト的な有名。続いての問題、ミュージックスタート。チャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンチャララララ。さあ来ました、赤チャイナ。花のスターガイド。うわ。ミュージックスタート。チャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャンチャララララララ。バッカ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 。さあ来た、青チャイナ。競馬。ゲームは今の簡単ですよね。だってパクパクって言いましたもんね、今口でね。聞いちゃいな。パックマン。正解。まだまだイントロいきますか。うん、そうだ、続いての問題です。ミュージックスタート。あ、もうないや。いや、考えて、3問しか考えてなくて。イントロ。あ、じゃあ、うんうん、ということで、森本さんは点が低かったっていう終わり方で、もう終わりでいいですか。この成績で考えれば終わりたいんだけど、やっぱりこれゲームの番組のアシスタントだから、やっぱりゲームの腕で勝負。というこれでさやかが救われる場合もあるんですか。まあまあ、じゃあやるしかないでしょ。チャンスちゃんとあるんですか。そのベタを僕が言うんですか。このゲームに勝つと得点が1万ポイントも入る。うん、今やってる。あ、バトル入った。え、なにこれ、どうすんの。やられた。え、押すの。よっ、ほっ、はっ、イエス。ふんふん、はっ、ふんふん、ふわ、いて。ロールプレイングゲーム、シャドウハーツ。ゲームボーイアドバンス。お、ナポレオン。いっぱい動いてる。集合。今だ、攻めろ。よし、ご褒美。え、なんでだよ。攻めるか、守るか。攻める、守る、考える。兵を動かし、勝利をつかめ。気合だ。え、なにこれ。ゲームボーイアドバンス、ナポレオン。最終、この番組はテーマ何ですか。エンターブレイン、テトリス64、任天堂と
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さあそれでは参りましょう。テトリス64対決スタート。青チャイナは出たたな。おい頑張れ。あやー気は済みましたか。なんで負けんだよそこで。だから今正直本当にマジで驚いてんだけど、なんでこんな負け方すんだよ。なんでそんなことあんたに言われなきゃいけないんだよ。あれ小田島ちゃんのマゾコレと超えてきたじゃない。チャイチャイチャイとか言うから分かんなかったよ。何でこんなことなってんのよ。なんかいきなりチャイナック切ろって言われて、チャイナック切らされて、変なこう仮面つけられて、今からチャイチャイチャイだって。お前さちょっと考えろよ。お前の全部死に企んだことか。どういうことなんだよ。すいません、どういうことなんだよ。いや私は やりたくなかったんですけど、プロデューサーって人が私とこ電話かけてきて。プロデューサー、これやってくれたら今度からレギュラーしてあげるよって。おい、プロデューサーがもう一度あんだよ。誰がプロデューサーなんだよ。あの人俺なんか天才、頭いい。まあ AD じゃねえ。なりたかったのか。それで素人相手に見張っちゃったのか。二度と。また来世、お前とお前は。次週は第5回ゲーム大賞受賞記念。攻略本ミスタードリラー2オフィシャルガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。